まりいただきありがとうございます。なんだろこれ。亀の安心安全を守る浦島カンパニーです。浦島カンパニー。海辺で絡まれてもすぐに駆けつけ、何回でもお助け放題。お助け放題、ビジネス感出してない。しかも使わなかった月は自動で割引。気が利いてる。データ使い放題、でも使わなかった月は自動で割引。はい、すぐ駆けつけます。コールセンターもあるんだ。何それ。今向かってます。そうですね、もう正月ぶりだったんで、はい、うん、すごい懐かしい感じで1年ぶりぐらい。1年ぶりかな。まあ、言い過ぎか。10ヶ月ぐらい、約1年です、うんうん、ね、なんかでもパッと馴染んで馴染んでなかったらびっくりするけど、またゼロになっちゃった7年ぐらいやらせてもらってるんじゃないですか。そうやな、だって一番最初の初期のメンバーですからね、もう始まった年、一番そうですね、仲間入りさせてもらったのは最初でしたね、俺たちが2人のこうちょっとなんか合いびきを見てしまうみたいな。そうですね、竹やぶで見てました ね、うん、ね、うん、懐かしい。6年経ちましたよ。そうですね。おいくつになられたんでしたっけ。40です30代前半でした、ね、時は経ちましたね、はい、すごい。本当に久々にあの現場に来たんですけど、もうテレビ見るたびに新規の CM が流れてて、うん、あのそういう時ってあの自分がやっぱ出ない担当の時って知らないんですね、うん、だから次々に荒川よしよしさんがご登場されてて、うん、そうか、あれもうかぐちゃんの出番なくなっちゃったのかなって思ったんですけど、久々に参加できたので楽しかったです、うん、はい、本当にちっちゃいことでもいいですか。いやもちろん、うん、あの小学生ぶりに、うん、あのアイスの当たりが当たったんですよ、ね、すごい嬉しかった、うん、なんか嬉しいよね、うん、あの棒に書いてある、棒に書いてある当たりっていうの。でちょっと引き出しに入れてますね。交換してない交換してない。僕が今日走るとこでやっぱみんなスター性のあるみんなが来てくれて晴れてくれたというか、雨止んでくれただけでめちゃくちゃ嬉しかったですけどね。僕びっしょびしょになりながら走るのかなと思ってたから。まあもう一個言うと、近所の、うん、あの人がなんかあの畑とかやってある人なんですけど、結構野菜もらいますね僕なんか、はい、そういうのいいね、はい、いやでも今日です、うん、やっぱりもういくらでも待つ覚悟だったので、なるほど、うん、こんな順調にいくなんてっていうのは本当にラッキーというか、うんうんうん、すごく、うんうん、嬉しい出来事でした、うんうん、最近はこう買い物に行くにもちょっとこう躊躇しちゃいがちですけど、あの、うん、オンラインで展示会でお洋服を頼んでたのが、うん、そろそろ秋物冬物が欲しいなと思ってた時に、うん、あの届き始めてた時期になってきて、ちょうどいいな、なんかちょっとこう、うん、プレゼントが降ってきたみたいな、なんか嬉しい気持ちになりました、うんうん、ちなみにどんなの買ったんですか。ニットです。あ、ニットニットとか、あとスウェットとか買いました。あ、でももう最近ずっとできてないから、あの旅行し放題、あ、いいですね、できたらもう最高かな、うんうん、そうね、今は特にね、うん、どこでも行っていいっていう感じだったりかな。確かに、うん、全部含めても遊び放題みたいなね、うん、したいですね。遊び放題ですね、はい、もうあるっちゃあるんですけど、うん、でも飲み放題がいいです。飲む、うん、飲み放題っていうのはお酒。そうです、そうです。あ、それもしてんじゃん。そうなんですけどいつでもしたいってなるほどね、はい、ちょっと控えたくな い、 いう。そうです、そうです。コックさんってよく言ってましたけどね。もうなんか可愛いね。そして、うん、あのほら帽子が、うん、あれをかぶりたかった、でもなんか美味しいご飯作ってくれそうな感じするけどね。あ、そうだ、こだわってちゃんと作ってくれそうなイメージ。うん、分からんけど。いや、分かんない作りますか普段。いやー、あんまり作んないかな最近はね、うんうん、一人暮らしの時はよくあったけど、うん、あ、僕はもうこの仕事をやりたいなと思ってましたね。うん、そうそう、5歳ぐらいだった、うん、5歳の時から、まあ映画見て絶対この資格の中入るって思ったのめっちゃ覚えてます。すごいね、夢かなって、うん、そう、そっからずっと、そうと、僕はなんか宇宙行ってみたかったですね。宇宙飛行士はなんか小学生の頃言ってた記憶がありますね。私はこのお仕事
をしたいって思う前、小学生ぐらいの時ですけど、トリマーになりたかったです。トリマー、ワンちゃん、あー、美容師、動物が好きだったんで、単純ですけど、あ、でもなんか似合いそうだ、やってそう、